はい、皆さんおはようございます。さあ、以前の話の通りですね、丸山ボリブレンのベースパワーのフューエルですね、燃料添加するタイプの添加剤なんですけれども、さっきね、ガソリンを満タンにして、今2本目ですね、を投入しましたんで、またね、ちょっと走っていこうかなと思います。よいしょ、では行きましょう。なんか今2本目を入れた後の車の中でね、入れましたよっていう動画、今ちょっと短いの撮ってたんですけど、なんかね、後ろのガソリンタンクのところからなのかな、なんか落としてますね、コポコポコポみたいな、なんか液体なのか、最初なんか鳥かなんかがこう、ガラスかなんかつっついてんのかなみたいな、そういうなんか感じのポコポコポコみたいな音してましたね。なんかよくわかんないんですけど、なんか変な音してましたけど。ってことで2本目入れて走り出しましたね。さすがにですね、CL1 の2本目のね、入れた時と同様で、そんなすぐにね、なんか効果が、目に見えるような効果が、出てくるとは思えないので、ちょっとしばらく走ってみて、なんか印象が変われば、また話していこうと思うんですが、また次回ですかね。で、とりあえず、1本目入れてから結局、間に給油するのが1回挟んでますけれども、2週間経ったんですね。で、間に給油した量が25リッターぐらいだったと思うんですけど、なので半分もだから行ってないと思うんですね。なので実質4分の1ぐらいまで薄まった状態で1週間ぐらい使ってたってことなのか、走ってたってことなのかな。はい。で、さらに今入れたのが22リッターぐらいだったんで、そこからさらに薄まって8分の1ぐらいだったのかな。わかんないんですけど。で、またさらに1本投入した感じですね。それで1本目を入れた後の感想なんですけど、それは1週間経った時の動画と変わらないかな、その印象がなんかより、ああ間違いなかったんだなみたいな印象がちょっとさらに強まったみたいな感じですね。やっぱり感じるのはエンジンを回転数をね、ぐっと上げた時の滑らかさというか、息苦しさというかね、なんかそういうものが少し和らいだかなって感じはありますね。なので、なんか余裕を持ってなんか回ってるなっていう、だから多分滑らかさみたいなものは増えたんでしょうね、これ勝手な想像なんですけど。なので、ある程度ぐっと回しても、なんていうか、メカ的に、このなんか息苦しさが、苦しさがないというかね、ある程度スムースに回れるような、状況に、多少なりともなってきてるのかなっていうね。これはもうなんか、メカ的になんか振動が減ったとかそういうのはあまり感じなくて、むしろ音の方ですね。音でもふわーって、こうやっぱり独特な音するんで、ホンダのエンジンってね。なんかその回していった時の音の感じが、なんかちょっと変わったような気がするんですよね。特にこうグーって上まで行った時のね、私自身もそんなにね、回転数もそんなにだらほど上げる人ではないんで、言うても3000回転とかそんぐらいまでしか上げないんですけどね。これ一応回転数のレッドゾーン一応7000になってますけど、7000まで自分回したことないですけどね。でも5000とか、4500とかなんかそれぐらいまでしか回してもいかな、いってないと思うんですけどね。なんか高速の入り口とかね、あとなんかこのパドルシフトの操作間違って急に一速に入れちゃったとかね、でフワーンって上がっちゃったみたいな、なんかそういうことがない限りはせいぜい2000、3000回転ぐらいかな、普通に街乗りしててもね。
じんわりなんかこう走り出すみたいなね場合だと、もう2000から2500ぐらいで走り出すような感じですもんね。ちょっとグッと行きたいなって時は3000とか3000超えるぐらいでっていうぐらいの走り出しですけど、やっぱり3000超えたぐらいのあたりでのこの音の感じですね。これからちょっと一挙登るんで、その時にちょっと音聞いてもらいましょうか。このアクションカメラでどの程度ね音が拾えるかっていうのは毎回思うところで、なんかいまいちちゃんと撮れてないんじゃないかって気もするんですけど、低い回転数の時は全然気づかないんで、タイヤの音の方がやっぱスタッドレスなんでうるさいんですけど、いきますよ。今2000回転ですね。で踏みます。今3000ぐらいですね。4000いって3000ぐらいまで落ちましたけど、やっぱり踏み込んでいった時の音の感じがだいぶ滑らかになった気がするんですよね。今1400回転ぐらいかなになってますけど、もうこんぐらいの回転数だともう全然わかんないですね、あの入れた時と入れる前と入れた後のね、あの変化に関しては多分全然変わってないと思うぐらい、何も感じられないですね。まあ、この辺の回転数になってくるともう、エンジンの音よりかはロードノイズの方がやっぱりどうしてもいっぱい入ってくるんで、やっぱ分かりにくいですよね。で実際分からないですこれ。やっぱり回転数上げてった時ですね。じゃあその回転数上げてった時のトルク感とかパワーがこう戻ってきたのかって言われると、それはなんかよく分かんないかな。ワコーズのフューエルワンを入れた時ほどの体感はやっぱないんですよね。あの違いによるこの体感っていうか実感はね、それは多分やっぱり結局これも前言った通りで、フューエルワンの方であらかたねそのパワー感みたいなところは取り戻してるんじゃないかなと思うので、だから多分推察通りなんじゃないかなって気はするんですよね。さっきの虫いたんだよな、これ気になるな。ただコスパに関してはね、これはまあいいか悪いかって言われると良くはないですよね。あれ結局これ1本するのに買うのにやっぱ3500円ぐらいかかってますからね。コスパに関してはまああんまりいいとは思えないですね。ただこれも巻いてますけど、これ燃料添加じゃないですか。でもう1本ね、ガソリンじゃないや、オイル添加するタイプのものもあると思うんですけど、ガソリン添加するってことは当然、ピストンとかあっち側よりも、上ですよね。だからバルブとかね、あの辺のだから、動きですよね、により効果は多分期待できると思うので、エンジンオイル添加のものよりはね、結局その爆発するところの室内よりか下側がエンジンオイルで、上側が、この燃料添加のタイプっていうね、っていう効果のこの効く範囲といったらいいのかな、なんかそういったもののイメージで自分捉えてるんで、なので今回入れたねフューエルに関しては、だからそのピストンとかよりかは、上側ですね、だから燃料系のガソリンタンク入れてからまあもちろん最後出てくまでのところの燃料系のラインと、あとは実際爆発するしてるところのまあはこう FL1 のね、である程度デポジットが除去できたであろう、そのデポジットが付着する近辺の
そのモリブデンによる効果ですよねっていうところが、まあ、おそらく期待できるであろうと。これはそのガソリンじゃないや、オイル添加するタイプよりかは、まあ、期待できるんじゃないかなっていうイメージなんで、だからあんまり体感としては多分出てこないんじゃないかなと思うんですよね。そのエンジンオイル添加のものに比べればね、ただまあ全くないっていう感じでもないので、フュエルワンの2本目入れた時の印象とはやっぱりちょっと違うものが感じられてるんで、面白いですよね。だからフュエルワンを入れる前にもう一発目からこのモリブデンの、丸山モリブデンの、ベースパワーフュエルを入れたらどうなるかっていうのはちょっと分かんないですよね。これはやってみないと分かんないですよね。あのモリブデンを入れることでデポジットが除去できるのかっていうのは非常にちょっと疑問なところがありますよね。PEA なんか QL1 に含まれてる PEA で、あの成分でね、でデポジットが除去できるっていうのはおそらく間違いないと思うんですよ。あの実際に試されてる方もいたしね、でファイバースコープとかでね見てる人もいたし、で他のねメーカーさんでも PEA 配合のものを出してるってことは効果はおそらくあるんだろうと思うんですよね。ただこれ中身の成分がね硫化モリブデンなんで、 PEA はこれこの中には基本的に入ってないはずなので、書いてもないですしね。なのでデポジットの除去としての効果はどこまでかっていうのは分かんないんですよね。ただねやっぱ心なしか滑らかになったような気がするんですよね。道走ってる分には全然分かんないんですよね。でも音の印象としては、あの当然ですけどよくはなりましたよ。ガーって上まで回してった時の、少し高めの周波数の音といったらいいのかなっていうのは、だいぶ減りましたね。だから全体的に音がこもったような感じになるんで、だからメカ的にもああいうなんかちょっとね高めの周波数の音が出てないっていうのは傾向としてはよりいい傾向に多分あると思うんで、この感じは本当に、まあ、メカ的には悪くない音をしてますね、はい、こう嫌な感じの音ではないです、はい、なので回していった時の、感じもすごくいいですね、まあ、これもまた今2本目入れたんでもうちょっとね何日かするとまたちょっと印象が変わってくるかもしれないですね。結局どんぐらいかけてるよ。フューエルは2本入れて、この丸山ボリブデンのベースパワーフューエルを結局2本使ってるんで、だからもう1万円以上は多分使ってると思うんですよね。だからコスパで言ったら本当多分ね、さっきの話じゃないですけどどうなのっていうところはあるかもしれないですね。そこはもう皆さんそれぞれで考えていただきたいなと。なんだ？何の音？なんかサイレン鳴ってるけど。火事？びっくりした。あ、なんかサイレン鳴ってるわ。火事？なんかあそこも煙上がってるけど、あれかな、なんだびっくりしたってことで、今2本目入れて少し走り出してますけど、まあ印象はそんなにすぐには変わらないですね。だからまあ前にも言った通り、この手のねガソリン添加するタイプは遅効性、はい、効果が出てくるまでには時間がかかるタイプってことだと思いますけどね。ということで、
2本目を入れて走り出してみたという動画でございました。はい、次回はねついにあれを試しますんで、はい、気になる方はまたチャンネル登録もねまだの方はしていただいてお待ちいただければなと思います。ってことで今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ないでもないんだけどな。やっぱちょっとずつなんか変わってってんだな。